不思議の世界、見送りならいらない、吐息の中、水の中、手探りで見えない今日の中、1秒先だってまだ知らないけど、いつも思い出はどれも全部ボールの中に、ワンツースリーで飛び込め、いつか描いた未来が僕のポケットにあるから、はじめましてはいつだって初めてさ、ためらうことなどない、 Try Let's have a fight、 一度トリムしたなら、決めた、隣の街から景色はため息つくほど、世界は目まぐるしく回り変わる、僕を置き去りにする、子供の頃には夢中でくぐり抜けた穴、どこでもしばらくぶりだな、見落としていたの、でもね忘れた景色も今日のどこかにあるよ、ワンツースリーで飛び出せ、散々だって泣いていた日々とボールの外まで、どこへ行こうかはどこへだって行けるでしょう、行き着く暇などない、気づいている。君はいつの間にやら大人になっちゃいないかい？埃をかぶったボロ着の右ポッケに置いてきた片手に収まる冒険。僕らの全てだったあの頃の思い出が君を探しているよ、ワンツースリーで飛び込め、いつか描いた未来が僕のポケットにあるから、どこかへ行こうよ、どこへだって連れてってよ、ためらうことなどない、したなら笑うか泣いたって、なんで仲間になろうよ、あの日だってこの日だっていつだってそうしていた、隙も見えないでも知らない世界がそこにあるけど、転んで振り向いて何度も歩き出す隣、君に決めた、
I'm not afraid to die.
というわけで改めまして始まりましたクロノワールウィンターライブ旅の終着点。どうした？もういいよ。見てあれ、まだ入ってるな世界に。久澤さん始まってます。どうもはい、のクロノワールです。ということでですね、はい、やっと叶いました夢が一つ。叶ってみたか。はい、ずっとね活動始まって、ユニット組んで始めてからずっとねクロノワールでいつかこういうライブとかもやってみたいねなんてお話をしていたんですが、はい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 、どうでしたか。まずここが終着点か、はい、旅の終着点ということでウィンターライブいろいろあったんですよね。この開始までもねあったりいろんなことがあったりなかったりしましたが、無事ね開催できて、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。すごい。ということでですね、すごいよコメントが。すごいね。すごいよ。めちゃめちゃ見れる。うわ降ってる。すげー緑。コメントが見れるんです。すごいよね。ここのちょっとなんかもっとこのステージをなんかね見えるように見てほしいんですけど、すごいんですよ。見てほら足元も。みんな止まって。ピタッピタッ俺じゃ止めれねえ。そうそう、足元とかもすごくあったりするんですけど、まあそんな感じ。きらびやかなステージで。はい。ということで、まあまずはね。はい。最初ワンツースリーどうですか。やっぱ元気が出ますね。いやいいね。飛び出した。楽しかったわ。なんか歌ってて踊ってても楽しかった。うん、ノリノリになったもん。まずギアが上がったね。うん。やっぱね、こう二人とも仲いいしね。うん。それもあって余計にね。仲良くさせてもらった。いいってね。そして夜話ディセイブ。名曲じゃないですか。いやーなんかやっぱテンポがいいね。いいね。うん、かっこあのね、かっこいいのよね。そうかっけ。あのこの。あれがね、何て言えばいいか分かんないけど、あれがね、分かんないけど、そうそう、何ノリだろうね。ね、あれがかっこいい。何らかのノリ。どうせ見てる側もね、結構こう楽しく、ね、コメントをこう見るためにこう一回後ろ向いてね、できたんじゃないかなと思います。そして3曲目、エンドロール。いつもお世話になってます。お世話になってます。見てますか。多分今日、うん、ライブなんじゃない？あ、そっか。夏代さん後で見るのかな多分。でも今ヘトヘトかやってる最中か。もうね、僕らクロノワールはめちゃめちゃお世話になって、すごくお世話になってます。そう、超お世話になってて、うん、なのでこう、なんて言うんだろう、ぜひね、こう今までこう、はい、お世話してよかったじゃないけど、はい、ね、また一つね、こう何か思ってもらえるようなね素敵なライブにしたいと思うんですけどでも見てよ、ここお世話になった。床もすごいからね。床もすごい。床をすごい。ここ見て。わあすごい。すげえ。全然伝わらないね、この画角だと。いやそう、すごいんだよね。そうです。そうなんですよ。ということでですね。ちなみに、はい、なんかね、うん、心配してたけどみんな。はいはいはい。アーカイブは、あ、すみません残ります。申し訳ございません。残ります。すみません。まあ、もし、うん、僕ら側の要因じゃない理由とかで一回非公開になったりする可能性もあるけど、ああ、なるほど。そう、あの現状ね、僕らからアーカイブは残さないっていうつもりはないです。すごいねこれも。これすごいね。ね、カメラが来てくれるから。そうなんです。撮るんじゃないよ。あ、来た。あれだ、カメラ、何やってんの勝手に。あ、怒ってる。あ、怒ってる。あ、何だよ、肖像権が何とかあかんとか。分かんないなら言うな。そうだね。ということでね、まだまだ始まったばかりです。はい。皆さんもね、ぜひ、楽しんでください。はい。じゃあちょっと、皆さん。それではいいですか、準備は。はい。OK。それでは、次の曲いきましょう。騒ぎよ置いてゆかないで知らない言葉で話さないでほんのちょっとだけ思い出を僕に見せてそんな声で笑うなよって何回も言えないでいるただそこで座り込んだまままだもがいてる途中
とりどしミラになる。笑い合えることありがとう、前よりずっと素敵
これが俺たちの旅の終着点。そう、この場所で一度カナエは死んだ。呪いみたいに生まれ変わるあいつと何度も出会って、やがて人間じゃなくなったあいつと次元を超える旅をした。楽しくて長い旅だった。最後にたどり着いた星は僕ら以外誰もいないような場所だったけど、彼らは幸せだったんだなって思うよ。まるで他人事だな。そうだね。だってあれは僕が死んだ世界線の話だ。サーシャが魔界に帰ったあの日、日が沈む頃、僕は魔物に襲われて死ぬ運命だった。でもサーシャは明るいうちに魔界へ帰ったし、僕もすぐに旅に出たから今も人として生きてる。他人にとってはおとぎ話みたいなものじゃない。でもあの世界線の二人も確かに俺たちだった。うん、きっと違う世界で僕たちみたいに楽しく暮らしてるかもね。なあカナエ、今の俺たちはどんな世界線にいると思う？不安なの？いや、今んとこ全然楽しい。それならここがどこかなんて些細なことだよ。さあ一緒に歌おう。150年前に僕らが燃やした始まりの場所で。それだけこそ鎖なんだ。
ちてしまわぬようにしばって撫でて飼い殺して今夜どこにだって全部無駄なんだ嫌なこと全部吐いとって振り回して苦しもうぜさらばにだって神で気楽で何にもなかった毎日を全てのいつかまた俺たちに会いに行く。お前がどんな姿になってもその声で呼べばどこでも。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございますいい曲ですね。いや神曲ですね。いい曲で、じゃあちょっと福田さん振り返りの方から、はい、いいですか。はい、クロノワールメドレー、はい、みんないくつ覚えてたかな。歌えたかな全部画面の前で。歌ってたくれたかな。歌ってた、もう歌ってたよ多分みんな。そうだ、みんな歌ってペナイト振ってくれてたきっと。みんなで本当、うん、いやでもなんかこう、うん、なんだろう、昔にさあげた歌、うん、ってみたとかをこうやって改めてね歌うっていうのはなかなか感慨深いところもあって。そうだね、まあ、懐かしいし、そうね、うわあった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 っていうのは。しかもあのアレンジがね入ってるんでね、うん、それもあってね、なんかこう歌っててこういろんなことを思い出したり、なんかこの歌作るときはね、それこそヘテロスタシスとかもねいろいろ大変なことも乗り越えて出たも、うん、出たものとかいっぱいありましたからね。奇跡ですよ。奇跡をねこう振り返ったというか、はい、ふとね見た気がしました、うん、そしてザルバラ、いやいい曲です。いい曲だね、うん、あのぬゆりさんの曲ですね、うん、はい、結構ね珍しい歌い方をねさせていただいたんですけど、はいはいはい、結構ね聴いてる側もね意外とおっとなるような感じできたんじゃないかなと、うん、結構僕的にはね満足満足してる顔してると思いますけど。ではですね、はい、ここで少し休憩をさせてください。少しね、はい、すぐに戻るのでね少しだけ待っててください、はい、水でも飲んできますわ。水分補給。いやいやいやということでね、ありがとうございます、うん、
サイリウムが？そうなんです。あるんですか今日は。わあ、こんないる？こんないる？これ見てる。すごい。見てくださってる皆さん。こんな見てる。すごい。一回ピタって止まってみて。いくよ。せーの。わあ。高速取れすぎでしょ。すごいね。すごい。振ってるね。たくさん振ってる。わあ。コメントもね、あそこにありますし、もうこうやってカメラ引っ張ってきちゃうからね、もうそうなんです。おー撮るんじゃない？カメラ撮られるの嫌な人もいますけど、はい、でもちょっとね、せっかくなんで、うん、コメントとかもね、見れますし、はい、コメントね、見ながらちょっとコメント ね、 ちょっとねサイリウムなんだよ、ほとんど こっちもかな、ほとんどサイリウムなんだよね。このが ここかな。だからもう見せないよね。わわわ。で見せません。だからもう見せません。ということで。マジでね、あの、うん、早すぎてマジで読めない。そうね。読もうと思ったんだけど。もうピュッピュッピュッって。全然読めない。まあでもね、きっとね、本当待ち望んでくれてた方多いんじゃないですか。本当ですか。うん、きっとね、僕はお待たせしました。たくさんの方がね。あとはだから僕はあのアーカイブでね、コメント欄ちょっと見させていただいて、あキャッ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 ってしながらね、うん、じゃあ先にお知らせから。いや、まだ早い。お知らせはしない。する。お知らせ、お知らせ行こう。ということで僕たちクロノワールから今後についての情報解禁があります。それではこれは心してお聞きください、ま、こちらの動画を。実はこのクロノワールチャンネルでね、そちらの番組がスタートします。やったー。どう、大丈夫ですか？違う違う、大丈夫ですかよ。おー、そういうこと、そういうこと。求めてない、求めてない。ホワイトデーの3月14日の21時から僕たちクロノワールの番組がスタートします。毎週月曜日21時からクロノワールチャンネルで配信する予定です。番組名とかもね含めてこれから決めていくので、うん、ぜひね、あのシャープ1からシャープ1の動画もね最後までしっかり見てください。はい、まあ、だいぶ俺らにはね、あれラブレであるって言われてあんまね、はしゃぎまくったはしゃぎまくったか。ね、適度にはしゃいだ。シャープ1はまだちょっと、うん、結構こうね、気持ち的に今からいろんなことを考えながらね、やってます。かなりね、まったりゆったり、うん、行きたいなーなんてね思ってたり。毎週ですから。すごくね、毎週って、はい、なんかね、やりたい問題だから ね自分たちがしたいことを、ね、あの疲れたらもう、うん、ああとか結構ね、ボリュームはまあある、うんうんうん、まあまあある。はい、ね、生温かい目で見てくれると。はい、そして ね、シャープ1のエンディングにもご期待ください。うお、そしてまだまだあります、はい、続いてはこちら、クロノワールとアニメイトカフェのコラボ第2弾が決定しました。イエーイ。3月29日から4月25日の期間、アニメイトカフェ池袋2号店と大阪日本橋店で開催します。イエーイ、はい、クロノワールにちなんだフード、ドリンクメニューが楽しめるほか、書き下ろしイラストのグッズも購入いただきます。まあ、これね、はい、あのコラボカフェ系って俺あんまなんか、うん、ああダメだ、あんまいい言葉が見つかない。まあこうそのそう、ひ、低く見積もる、まあまあまあ理想と現実みたいな、そう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 、ね、そういうのを知ってる、そういうもんでしょって思って、うん、あの食ったんです。飯食わしてもらったんです。あ、そう、先行試食をねさせていただいたんですよ。普通にうまいです。めちゃめちゃうまくてですね、普通にうまい。俺の舌にも貴族の舌に合うレベルのものは、まあ、提供されてるかなっていう。2人とも完食するというね、うん、とても美味しかったんで、ぜひ、ね、ありました。結構僕らにちなんだね、うん、料理になってますのでね、ちなみまくってます、うん、何個どれにちなんでるか分かったら、まあ、うん、クロノワオタクです。いや本気みたいなところあったしね、うん、えそこみたいな、すげーみたいなのも、ね、たくさん。でもね、かなり細かいところが広くて、うん、再現度も高いんで、まあ食ってみてください。美味しかったね。プリ、はい、
そしてですね、はい、僕たちクロノワールの今後の展開はまだまだ準備中なのでね、うん、まあね、新しいふーんだったりとかね、新しいふーんだったりとかね、たくさんあるので楽しみに待っててください。それでは最後のブロックです。聞いてください。さて回ってハートビークでファットリズミーマッチポンプでフラッティグルービー、空いた両手でバッドリズムが決まってしょうがない。こんなんもいずれ忘れられるはず、誓いと堕落で見捨てられたから。ねえ一緒でしょあなたも見てたなら、僕の一番の理解者でそれでいて常にライバル、でも時には最愛の恋人みたいな、頼りない相棒に見えて実は影でスーパーヒーローと見せかけて、やはりただのポンコツだけどスペシャル。Promise stays the best forever and ever. We are the special. 僕
Thank you.